バカ野郎。はい、ということでね、はい、攻めを発表していきたいと思います。僕の攻めは、はい、こちら。真実はいつも一つ眼鏡。いやもうおふざけ入ってるやんこいつ。僕はですね、この靴がね、ちゃんとした靴だから、キック増強シューズを使ってこいつの腹にでかい穴開けたい。僕の守りはですね、はい、カイト君穴開けたじゃないですか、ボールに。はい、ボールには開けてないですね。ボールのところに穴開けたじゃないですか。はい、俺的にそれってちょっと逆効果だと思うんですよ。はいはいはい。だからボールの前に砂の山を置いて、はい、もうバーンって蹴った時に砂が舞って弱体化してっていう余裕で止めれるんじゃないか戦法ね。なるほどね。じゃあとりあえず1回戦やっていきますか。いきましょう。やりましょう。なんかここの砂すごい。光景がさっきと変わんねえんだよな。いきまーす。キーパー怖っ。よーい、ピーッ。ガリ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 キーン。さあ怖い。真実はいつも一つ。あー止められん。でもだいぶ減速したね今。いける、ね、これいけるぞ俺多分。やばい、怖いわ。今入ったけど止めれるぞ多分これ俺。よーい、ピーッ。ガリガリキーン。真実はいつも一つ。いや逆に痛ってマジでクソ痛い足折れる。はい、3投目の山結構死ぬデカさ。死ぬ。え、これでさ、これバゴン行くよ。バゴン行ったらこれえこの PK っぽいとこ見せたい。ちゃんとキーパーが止めて。はい、よーい、ピーッ。ガリガリガリキーン。真実はいつも一つ。やば。ああ。これはでかい。これはこの一本はでかいぞ。わからなくなってまいりました。完全に狙ったのに。はい、ということでね。はい。次、僕が守りなんですけども。はい。僕がね、皆さん稲妻イレブンご存知でしょうか。まあまあまあ。知ってますね。僕がね、キーパーの技で一番反則だなって思う技が一つあるんですよ。はい。それがゴールずらしです。出たー。どういうこと？どうするどうするつもり？ゴールずらし。バゴンしてゴールずらすっていうもう意味わかんない技なんですけど。はい。今回それを実践していこうかな。どういうこと？どうするの？あなたの蹴る位置を左にゴール1個分ずらします。うわうわやば、うぜえ。それで僕は守っていくという。なるほど。あ、僕は、まあ、今日の日にねかけてきてるんですよこれ持ってきて。はいはいはい。まあ、何かと言いますと、はい、絶対アマゾンじゃん。なんだなんだなんだ、うざいぞ。なんだこれ。うざいうざい。え、お、サンダルじゃん。足つぼのサンダルなんすね。うわこれを履かせてこのもうマジ動かせなくするというか、痛すぎて動けないっていう状況を作る。動かしてあげる。やばちょ、あれっすね、ガチすぎ。見せて見せて、ちゃんとなかなかいかついのを買ってきてる。結構このボコボコのやつね。地獄。正面だったら正直端っこ狙えば勝ってたけど、いい感じにゴールずらしされたからわかんないよね。いやこれわかんないですよ。いい勝負かけそう。行きましょう。やりましょう。はい、はい、これもうね目の前にゴールがない状態なんですけど、ずらすとあそこにゴールがありますね。いやここやば。ギュッと。痛い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 。きつく締めてもらう。痛い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 。石に足がね押し付けられる状態で、ね。痛い痛い痛い。よし OK。痛い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 。痛い痛い痛い。こうじゃないと歩けない。痛い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 。やばいよ、痛い痛い痛い。これ2本決めなきゃダメなんでしょ、少なくとも。そうだよ。よーい、ピーッ。やるぞー、ピーッ。やるぞー。いやー、これは痛い。痛い。指先に当たった。裸足の指先に当たった。泣いてる。いったー、マジやばい。勝ちだなこれ。勝てるぞワンちゃん。ガチ痛い。でも止めらんことはない。そうだね。2投目よーい、ピーッピーッ。おーあーだめ。イエーイ。くそー、サッカー部だよあいつ。ラス1絶対止める。
よーいピーよーいピーやーやっちゃったー。今は今ここ通った、外した。あーやっちまった、超痛い足。これはじゃんけんにしますか。じゃんけん、じゃんけんにしましょう。カメラ前じゃんけん。無理無理無理。こっち来て、こっち。じゃあこれ勝ったらでかいぞ。よーいピー、最初はグッジョーグッ、おい、うわーいやったー。じゃんけんの恐ろしさを思い知ったから。バカめや。これ使いたかった俺。そう、譲りたいぐらい。もう使えないもん。決勝トリ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 と分けて、決勝は、はい、攻め守りどっちがいい、先ちょうどいいかな。じゃあ攻めで。了解です。もう4歩半でゴール差し。ゴール差し、オッケー。じゃあそっちの方がね、厳しいよ多分。コースが限られてくる。確かに。逆に近い。行きましょうか。やりましょう。角度えぐ。コースがないです。止めれるんだよな。なめんなよ。あの上ぶち抜かれたら知らないよ。なめんなよマジで。くぞピーピー。うおー、うまい。うまい。カーブ入れてきたあいつ。うまい。乗せごとぶっ飛ばす勢いで。うまいぞ。今のうまくね。今のうまい。ピー。結構怖い。大丈夫だ。いや大丈夫大丈夫。まだいける。ピー。結構怖い。大丈夫だ。いや大丈夫大丈夫。まだいける。うわーだー、うまーい。こんなうまいことある。さすがピーピー。うわー、止めたー。いやでも2本決められたのは痛いし、ね、俺が3本決めればいいだけの話。よし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 。とりあえずね、俺は2本決めました。予想以上だった。うまいな俺。ということで36m 離れた場所からシュートを決めていこう。しかももう今度ハルキ普通にキーパーとしているからね。それな。俺なんだっけ攻め。メガネ。お前はコナン君シュートだよ。よしよし。お前のアビリティ今カスで。距離が海入れなの。無理よ。まず距離が海入れ。よーい。やばすぎるだろ。おーおお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 おなんだよもう。いきまーす。ピエー、神坂を守ってやれ。ラン。ラン。ラン。余裕じゃねえ。終了。はい、ということで今回は、まあ、PK 対決、まあ、優勝者ハルキということで、ありがとうございます。ということで、なんか次回、まあ、次は何をやるかまだ決めてないんですけど、まあ、何でもありシリーズでお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあ、しゃー、はい。